カニワカチャンネル、ありがとう。キンプリの永瀬廉君がギャップでね、はいはい、あ、はいはい、モテるというか可愛らしいというね、ところがあるって言ったんですけど、クールやけども、はい、ちょっと抜けた一面もあるよっていう可愛らしいもんね。それと同じ話をね、まあ、はいはい、ありますか、他にも。ありましてね、あらら、もうね、クールな感じ、たまに出す天然がね、もうギャップがあって、可愛いみたいなね、ずるいんすよ。ずるいとか違うんやな。ずるいわけじゃないけどね。計算してんじゃん。計算じゃないんじゃない。この前もあってね、ありましたか、その料理がめちゃくちゃ下手で、はあはあ、その時点でずるいというか、何でもずるいじゃん。上手くてもモテるやろうし、確かに下手でも、うん、作ってあげたいみたいなね、作ってあげたいって何やろうね。ほんまほんまね、もう思ってるやん。この前その料理作る時に、はいはいはい、しめじとえのき、はい、しめじを切って使うっていう時に、うん、しめじとえのきを持ってね、うん、全部ね、これ、うん、これどっちも一緒のキノコでしょうか。天然ぶり、なるほどなるほど、どっちも一緒でしょ。いや違うよっていう、違うよっていうね、うん、でも女子がキャーキャー違うよー、違うよ、こっちがしめじでこっちがえのきでもどっちでもいい、どっちでもいいやれんくんなら、誰やれんくんこいつもやばいな、ちょっとどっちもいいよ、どうやって何してんねん、完全に言えちゃってませんねん。こんな天然の可愛いところがあったんですよ。可愛らしいです ね、これはもうね、我々がえのきとしめじどっちって言ったら、おじいちゃんボケてんの、ボケてんの、どっちも食べたでしょ、食べたでしょ。どっちも鶏肉だよ、だ、ね、キノコでもね、キノコでそれ大間違いです、ね、あんたさてダメよになるで、僕らひどすぎるやろ、見つけていきましょう。見つけていきましょう、はい、この番組が良かったよと思ってくれた方は、はい、グッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。